セブンイレブンサタデースペシャルゴッドアフタヌーン。アッコのいい加減に旋回。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがですか。和田アキ子です。こんにちは、柿原忠です。2月も後半ですが、はい、まだまだ寒い日が続いてますね。なんかここのとこちょっとね、異常気象で、はい、新潟とか群馬とかね、雪がすごかったですけど、東京も今日なんか本当は雪が降るっていう、はい、予報もありましたね。週の前半は、うん、週末雪にご注意よという予報もあったと思いますが、はいはい、今の段階ではですね、はい、雨です。関東地方も雨が降ってないところもですね、うん、午後から夕方にかけて雨になる見込み、はいはい、なので、はい、この後お出かけの予定がある方は傘をお持ちになってください。そうですね、はい、お天気下り坂で明日も午前中雨ですね、うん、はい、曇り一時雨という予報が出ています。はい、でこのいい加減に旋回なんですけど、はい、実はですね、完全な、まあ、通常放送でお送りするのが実は一月ぶり。すいませんけど、完全な通常放送ってどういう放送なんですか。ですね、まずアッコさんの喉が正常であること。あ、はい、1ヶ月前に喉の調子が悪かったので急遽音楽企画にしました。はい、急性声帯でね、はい、お医者様に声なるだけ声出さないで、そうでした、そうでした、先生私は声出すのが商売ですって言ったんだけど、はいはい、ボソボソ喋って、はい、大変でしたね。あれからお任せで咳してマスクして疑われてもう叩かれて叩かれた。声帯炎だって、急性声帯炎症だって言ったら、はい、ありました、ありましたね、ありました。見事に歌込んでね、歌を歌われたというのが1月22日前後ですよ。はい、そうですね。次の週に、はい、加藤浩次さんがゲストでいらして、割とスペシャルな形でしたね。あ、そうですね、1週間しか経ってないのに、はい、ケロッとしてました、ケロッと、はいはい、次の週勝俣国和さんに来ていただきました。あ、そうですね、はい、私の出来事をいろいろ色をつけて、いろんなカラーがありましたね、はい、そして先週は、はい、歴代の冬のオリンピックの当時の出来事、ヒット曲を振り返るという、これまた音楽企画をお送りしましたので、ね、そういう意味ではゲストもなく音楽企画でもないということで言うと通常放送。なるほど、はい、ということです。うん、そうか、通常放送ってそういうことなんですか。いやもうね、オリンピック明日で終わるでしょ、はい、もう見ない見ないと思ってたのに、やっぱ始まると見ちゃうもんですね。見ますね。ねえ、見ます。それで まあ、こんな言い方したら失礼かも分かりませんが、思った以上にメダルの数が多いし、はい、感動的な部分も多いんで。そうですね、なんか中国もやれるのとか、あと3日ですって開幕までとかつっても、なんかやる雰囲気全然なかったし。なかったですよね。もちろん無観客とか言ってたけど、なんかやっぱり競技する人とか選手にとってはオリンピックはあった方がいいですね。やっぱりね、ずっと昔に1回なんかボイコットして、モスクワかなとか出れなかったってのありましたけど、やっぱり選手は4年に1回にかけてるから、やっぱあった方がいいですよね。やっぱりもうある種、うん、人生の集大成として、うん、アスリートの皆さんオリンピックを目標に据えてる方多いでしょうし、うん、そういう意味ではだから、まあ、本当にロシアのね、今回はもうフィギュアスケートで彼女のワリエワ選手の、私ショートだけ見た時は、はい、なんとこの人なんかその薬物疑惑する前に何にもしなくても綺麗で優雅で大胆で、もう圧巻でしたよね。はい、ショートでも一回ちょっと転びそうになりましたけど、いやもうそれで私、まあ視力がちょっとあれなんで、でも大きい画面、うちのテレビリビングいくつだっけな、あれ70かそれぐらい、70ぐらい、その前で1メートルぐらいで見ましたけど、ロシアの人ってやっぱりメイクにもよりますけど綺麗な人多いですね。いやちょっと体型、手足の長さとか細さみたいなものが、それがですよ、はい、それがもうダントツ1位だったのに、あんなに転ぶっていうジャンプ得意な人がフリーの演技で、うん、まあ、ちょっと信じられないようなミスをして、でもいろんなこと言われて、コーチがなんで戦わなかったの、戦い挑むのをやめたのとか、ね、そういうとこありましたけど、それでまた違うところでは15歳でそういうね薬物を摂取するわけがないからっていう
そのおじいちゃんの使ったコップ心臓にね、薬を飲んだコップとかのもあったりするけど、まあ、彼女のそのバリエさんのコメントとして、はい、これで授賞式が行われるのねって言ったの聞いた時、私もね痛くて、オリンピックって何なんだよって、もう出したんだからさ、確かに、ね、出してもその授賞式が行わないってのが変な感じだなと思って、でそれが本当だとするとよ、はい、憶測ばっかりだけど本当だとするとそんなこと分かってあの演技だったのか。そうですね、そうとも取れるコーチの一言なんですよね。いや、コーチもそうだし彼女自身もね、やっぱり自分がメダルに取れる1、2、3位のとこに入っちゃうと、はい、授賞式はないわけでしょ。そうですよね。とその前までは1、2位とロシア勢だったから、はい、まあロシア勢って言ってもあるわし、ロシアオリンピック委員会、まあ、うん、はい、まあ、ロシアが国を挙げてっていう感じをしてないにしろね、うん、そういうことも考えたのかなって。そうするとその応援席にザキトワさんとかいて、はい、ああそうか、ロシアって10代ぐらいでもう頂点に持っていって、次はもうまた10代にっていう気がすごいしちゃって、そうですね、そういうお国なのかなと思うと、このワリエワさん次に向かってあるのかっていう、まあ彼女はまだ15歳ですけど、うん、次は19歳、うん、するとフィギュアスケーターとしてはバリ島、また次の10代の16歳ぐらいの子が出てきてるかもしれないですからね、うん、私大体ね、そういうオリンピックにしろ日本のそのちっちゃい事件にしろ、ちっちゃい事件って何よっていうことではないですけど、この私らごときが喋ることじゃないなと思うの。は、なんでもね、はいはい、そういう専門家がいらして、あ、でもうちらテレビ見たりさ、ラジオ聞いたりして情報は知ってるわけじゃん、はいはい、で応援してるから、やっぱりえ、それはないよねってことがオリンピックにあっちゃまずいよね。あ、そうですよね、オリンピックってまさに、うん、世界最高峰の大会だからこそ、うんうん、公平に、そう、共通のルールのもとに、そう、みんなが平等に戦うからこそ、そうそう、応援するわけで、何、より早く、より高く、もう一つ、より強く、より強く、はい、だからそのスノボーの、平野君のね、採点だって、だからおむかせでも言ったけど、やっぱこれからは機械がもう全部ね、はい、採点した方がいいと思うんですよ。人間だからこそいろんな感情だとか、入ってしまうかもしれない。そんな中、まあ昨日も見ましたけど、もう疲れちゃったけど、カーリングのついてること、いやいや、ついてることって言い方失礼ですけど、でも準決勝の進出ギリギリでもう本人たちはダメだったね。負けたんで、はい、権利をものにしてね。そうです。で、その前日にスイスとやって負けてんですよ。今回スイス強いですから。それがね、いやー、8対6でね。はい。だから明日でしたっけ、決勝、はい、決勝明日です。明日でオリンピック終わりですよね。そうです。もうね、このカーリングはどういうわけだか水木見たんですよ、はいはい、夜に、はい、したらもうこの時もラッキーだなと思いながら、いろいろね、それでもうなんていうの、もう明日なんて負けても銀、勝ったら金ですからね。そうです。これがまたね、中途半端と怒られるの。10時過ぎにオンエアするらしいんですよ。あ、任せ、11時45分やからその前に終わってくれないかな。そうですね、もぐもぐタイムがその時間に入ってくれないかな。いやでもすごい快挙と、2時間ぐらいする、うん、2時間以上、月をね、はい、そのまんま、はい、でね、このカーリングが終わって、 NHK も本当酷やなと、カーリングが終わってちょっとしてから、え、何が始まんねんと思ったら、NHK で鎌倉殿の13人始まったんですよ。私一回もタイガー見たことないんです。ごめんなさいね、 NHK さんお世話になってるけど一回も見たことない。前から言ってるように連ドラ、私が女房っていうのをやって、朝ドラの、朝ドラのね、はいはいはい、やっても見ないんです、私。自分が出たやつ、はい、ところがこの前に松村邦洋が私に本を送ってくれたんですよ、鎌倉殿の13人って。で、自分はなんか、まあ、前書き読むと、そのずっと何十年も前にやったその草燃ゆるっ
ていう大河が大好きで、はいはい、でもずっと歴史もんを見てるという もともと歴史が好きなんで見てる。でこれを読むと分かりやすいって言ってるけど、もう読み方も分からないし、はい、ちょっとその社会とかはあんまり知らないから、あのね、歴史の授業に主に参加してこなかった、はい、ほとんど主にっていうかほとんど参加してこなかったから、はいはい、全く分かんないのに。大河ドラマって、はい、多分松村さんがあこさんにプレゼントした本って、はい、毎年オフィシャルガイドブック出すんですよ。それですか？あ、知らない。だから今回の鎌倉殿の13人の配役、うん、あるいは歴史的な背景みたいなものを、はい、割とカラーをふんだんに使った本、はい、カラーじゃないです、白黒です。白黒ですか？はい、相当ガイドブックだと思います。いや、ね、あ、そう、うん、だけどなかなか分かんなくてね。これ見てて分かったんですけど、ね、その流れでご覧になったんですか？鎌倉殿の13人そのまま。それを見たら3時半までですよ最初ね、最初は3時半までで、1話終わるとちょっとその時は新潟の豪雪のニュースとか流れてたんですよ、はい、水曜日で木曜日もやったんですよ、はい、もう木曜日もやってると思うと寝れなくなっちゃって、ちょっと私から言わせるとコメディっぽいというか、コミカルすぎて。三谷幸喜さん脚本でね。いや、だからそれは知ってましたけど、もう笑っちゃうのよ本当に、はい、でまたみんなうまい人がよく出てて本当に笑うのよ、引き込まれんの。そしたら木曜日もやったんですよ。でこれあかんな、金曜日いろいろあんのになと思ってやったんだけど、昨日はなかったから、昨日はカーリング12時ちょっと前までやって、あ、どうするんだろうってちょっと気になったから新聞ラテ欄見に行ったらないんですよ、はいはい、これも気になるか。私ね、初めてタイガーにハマりましたカーリングのおかげで鎌倉13人、ね、NHK 見事な編成ですね、これね、うん、そうなの。ここにメモ書いてる通りね、はい、コミカル松村鎌倉殿の13人本もらう、名前が、難しい、読めないって言ったらね、西田敏行さんのやるこう役が、はい、あのまあ王様みたいな役なんだけど、はい、あの前後の言に白いに川が三水、要するに後白河っておっしゃるのよ、はいはい、そんな松村の本には書いてないんですよ。あ、なかったですか？いや、はい、書いてるけど名前が読めない、だから全く知らない。歴史的なね、源頼朝とかね、義経やめますよ、はい、そういう知らない人の名前ってほとんど読めないから、あれ見てるとすっごい分かりやすくて声出して言ってくれるから、はい、これはねハマっちゃいましたね。じゃあ、 あのスタートして何週か経ちましたけど、6週まで見ました。あ、じゃあもう今何週追いついたんでしょうね、きっと。いや、追いつかれたんじゃないですか。鎌倉殿の13人って何話まで行ってるんですか？ただ明日がちょっと見れるかどうかね。いや、もうね、ちょっとここのとこ私ね大変だったんですよ。あのこれ16分に次回が第7回なので、追いついきましたね。あ、追いつきましたね、はいはい。もう今ちょっと戦争始まりましたから、月平合戦、戦争言うとあかんけど、いや、戦がね、うん、でもお兄ちゃんも亡くなっちゃったからね、加藤前之助さん、ああ、北条ね、時さんが、うん、いやー、これね、これ見る前まではね、もう絶対これだけは言っとこうっていうのがあって、この頃はあのコロナで、はい、もちろんあのオミクロンでね、手洗い、うがい、消毒、みんなで気をつけてますよね。で、私たちは喋らない時はマスクして、このアクリルも用意して、私は家にアクリル4枚あるって言ってました。ほんで、まあ、極端に言うとトイレ行こうが、どこ行こうが、帰ってきたら手洗い、はい、で、どっか入る時、ホリプロで歌の練習する時も手洗い、うがい、そして消毒するじゃん。で、前から手洗いでトイレ入った時とかね、はい、してましたけど、こんなにしょっちゅう手洗いはしないわけで、前は手洗いしたらハンドクリーム塗ってったんですよ、手に。ほんで今こう消毒の液シュッシュってかけるじゃん。でこう手こすり合わせる。で病院もよく行くようになったから、まあ手洗い最低、計算してないけど最低家帰ってからとか寝る前とかもうやるんで10回近くやってるんですよ、はい、そうすると完全に手のこの内側、あ、手のひらが、手のひらが油分がないんです、油が、はい、スマホが反応しない全くはーっていうぐらい反
しない。あの一生懸命タッチパネル押しても押しても。それでね、もっと大変だったのが、大したもん入れてないんですけど、指輪とかブランドの時計入れてる金庫があるんです。金庫、これタッチパネルなんです、暗証番号。全くトン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 、ドンドン、ガンガンやっても手のひらでね、この物を叩くって結構力いるんです。クリルバン叩いてますけど本当に、はい、それでしょうがないからキッチンペーパー見せるやつで、やった時何してんねん私。ほんでね、これはあかんと思ってクリームをね、はい、手のひらにですよ、クリーム塗ったおかげで、こほらスマホもよく触ったりするから、はい、うちの家電製品、まずはあのリモコンね、リモコン、それから水飲むあのボトル、はい、それから本とか、はい、で布巾はまあいいんです。でなんかご飯食べる時用意したお皿、油だらけハンドクリームでベッタベタになってベッタベタになってる何にでもするように。ほんであと電気のスイッチ押すだけだけど、旦那がなんかベタ汚れてる大丈夫クリームだから、クリームだから私のハンドクリームのそうついてるだけだから、ベタベタ。それで寝る前にパッと触ってみたらこんなにベタベタなんだそれで拭いてやるとまたダメで、こういうのもあってね、これあもう曲かける時間だけど、原酒って書いてるからじゃあやめる。もう一個どうしても話したいことがあったんだけど、ね、はい、これはねちょっと真面目な話なんですけど、まあなえこれ16分47、普通は16分30秒で曲、夜な夜なダンスだったんです。用意してた曲はそうですけれども、まあ、何分までで OK ですか。後ほどおかけしますので、夜な夜なダンスを何分までだと OK ですか、はい、それに合わせてコマーシャルかなかしら。時間を今入れ直しますか。大体22分ぐらいまで大丈夫です。何21分まで大丈夫です。21分今業務連絡をアコさんとスタッフと私と一緒に間でやってます。はいはいはい、はい、21分ぐらいまで大丈夫です。いやいや、はい、私ね実を言うと大変な病気してまして、まあこのなんていうの、右目は網膜色素上皮劣行つって、まあ、ほとんど見えないと、この番組の皆さん言いましたよ ね、これはどんな名医が来ようが世界中でもう手術ができないんですよ、網膜ですから。だから網膜を移植するっていうかね、はいはい、だから 右目なんですけど、右目で見るともう真ん中が黒くて、まあ、ここのスタジオで言うと誰か向こう側に人がいるなってのは分かるけど、顔真ん中はダメなんですよ。そうなんですね。だから左目だけで見てんですね、はい、でこの左目もちょっとその傾向があるって言われて、まあ2週間に1回だけ検査行ったりで、手術っていうか目に注射するんですけど、それは2ヶ月に1回行ってんです。でこの間検査に行ったんですよ、先々週行って、いつも目の検査をしてくれる先生じゃない人が、目の検査をしてくれる方は女医さんなんですけど、お子さんがどうもそのオミクロンが確かで違う先生に見ていただいて、なるほど、そういうことなんですね。そしたらアクさん、コンタクトやってらっしゃいますかっていうか、いえって言って、いや目の検査ね、こう顔つけてやるじゃないですか、顎を乗っけて、でコンタクトやってらっしゃいますよねって。いや、でもさ、仕事の時だけ何時間かの時はつけてますけど、ここのとこ仕事もあんまりないんで週に3日ぐらいですとかって言ってたの。いや、ついてますよ、取っていいですかって、ええってびっくりして、私全然意識ないから、ついてんなら取ってくださいって。マネージャーも松君、M もいたからね。そんなことあるんですか。したら入ってたんですよ、左目に。それでええー、って私もびっくりして、計算したら11日間入れてた。それを先生は、普通は、ほんで傷ついてんですよ、だから左目今でも、普通は充血したり痛くて開けてられない、はい、で夜寝しなにそれが入ってるともう痛くてダメ、まあ、ゴロゴロしたりしますよ。ところが私ね、ゴロゴロとか意外がを感じて、何でも乾燥だと思ってさ。なるほど。で元々私の目薬は今は3種類だけど、1日6回とか1日4回刺すのがあるんですよ、はいはい、でそれを刺してたの。だ結果それで良かったかも分かんないけど、もう一番最後に院長に見ていただくんですけど、愛先生だけど、箱さん左目大事にしてください。
私落ち込んじゃってさ、何にも感じなかったから。前ロンドンで一回そういうのあって、もう2日目で頭痛くて食欲なくて大変だったのに、今回全然気がつかないで、それでももクロのライブの時外してたんだね。結構な仕事してるんですよ。なんともなかったの。でも僕アコさんがそもそも、うん、例えばまあカンペを21分までだ、あのコンタクトを仕事の合間にしてるってことすら知らなかったです。仕事の時に時々必要な時にしてたんですね。 それをまあだからどっかで外し忘れたタイミングがあったんです。いやもうね、はあ、時間ないからすごかったんですよまとめはそれですかまたいろいろと、はい、感想もお待ちしております、はい。